2010年第1回日本語能力試験懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めますメモを取っても構いません問題用紙を開けてください問題用紙のページがないときは手を挙げてください 問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。一番大学で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後、何をしますか青木さん、何見てるのあ,あ これアパートの情報が載ってる雑誌。今、アパートを探してるんだ。そういえば、山田くんって最近、引っ越ししたんだよね。どうやって部屋探したのそうだな。もちろん不動産屋にも行ったんだけど、不動産屋に行く前に、家賃とか日当たりとか、気になる条件をノートに書き出して整理してみたよ。それは一応やったんだけどね。そうなんだ。 あと、住みたい街に実際に行ってみるといいよ。運が良ければ歩いているうちに良さそうなアパートが見つかるかもしれないし。住みたい街はもう決まってるのうん。一応候補あるの。今日はもう授業ないし、これからちょっと行ってみよう。女の人はこの後何をしますか 2番女の人が友達と話しています。女の人は地震に備えて何をしておけばいいですかこないだの地震かなり揺れて怖かったね。地震が来た時のために何かしとかなくちゃって思ってるんだけど、実際にどういうことをすればいいのかなやっぱり怖いのは家具が倒れることだから。 本棚とか背の高い家具があったら壁に固定した方がいいよ。ああ。でも、うちの家具みんな背が低いから、それは大丈夫かな。そっか。あ。それから避難用のセットはあるすぐ持ち出せるように水や食べ物を入れた袋は必ず用意しといた方がいいってテレビで言ってたよ。あ。それは持ってないな。どこで売ってるのデパートとかにあるよ。じゃあ探してみる。 あとは、うちの人と話し合って、家族の避難場所を決めておいた方がいいよ。あ、でも、今、家族はみんな海外に住んでるから、それは関係ないかな。いろいろありがとう。女の人は、地震に備えて、何をしておけばいいですか 番電話で病院の診察の予約をしようと思っています今日の午後の診察を予約するにはどの番号を押せばいいですか山川病院自動予約システムです最初にご希望のお日にちを4桁の番号でご入力ください5月3日なら「0503」となります ただし、本日の診察をご希望の方は、日日ではなく、0 0 0 1とご入力ください。次に、午前中をご希望なら、続けて01。午後なら02。特にご希望のない方は、09と入力してください。 今日の午後の診察を予約するには、どの番号を押せばいいですか四番会社で女の人が男の人と電話で話しています。女の人は、 同僚の田中さんにどんなメモを書きますかはい、富士出版ですお世話になっております桜印刷の山川ですが田中さんはいらっしゃいますかお世話になっておりますあいにく田中は席を外しておりまして2時からミーティングがあるのでその前には戻る予定ですがそうですか実は先ほど私が留守の間田中さんからお電話をいただいたようで 明日の会議の件だと伝言があったのですがそうですかでは田中が戻り次第山川さんに折り返しお電話差し上げるよう伝えましょうかお願いできますかはいかしこまりました女の人は同僚の田中さんにどんなメモを書きますか 5番大学で男の学生と先生が話しています。学生はこの後、まず何をしなければなりませんか先生、先日お渡しした論文の件なんですが、見ていただけましたでしょうかうん、よく書けてましたよ。いくつか字の間違いがあったのと、参考文献の書き方にちょっと気になる点がありましたけどね。 はい。あとは、このグラフの値、これで正しいですかえーっと、あ、すみません。直したはずだったんですが、古い方のデータです。大事なところだから、まずはここだけ直して、すぐ見せてください。はい、わかりました。あ、それから、今年から提出部数が3部になったから、忘れないでね。 学生はこのあとまず何をしなければなりませんか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後 問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番うちで息子と母親が話をしています。息子は明日どこに行くと言っていますか 明日、午前中から出かけるからね。ああ、友達と釣りに行くんだったよね。うん。それが、その友達が先週自転車で転んで、足怪我しちゃってね。今入院してるんだ。じゃあ、お見舞いに行ってあげなくちゃ。うんうん。明日はね、あいつのアパートに行くんだ。えその時の自転車が修理に出してあってね。治ったから、 明日配達してもらうことになったんだそう店に取りに行ってもいいんだけど俺が乗ってまた壊しちゃってもまずいしそれはそうねあいつ一人暮らしだから代わりに俺が受け取るってわけそうなのそれはご苦労様ね息子は明日どこに行くと言っていますか 2>, 2番女の学生と男の学生が話しています。男の学生が就職する会社を選んだ理由は何ですか 就職決まったんだって先輩に紹介してもらったあの会社うーん。あそこも採用の連絡はもらったんだけど、決めたのは先生に紹介してもらった会社。そこだと大学で勉強したことを活かせそうなんだ。そう。それは良かったね。仕事はハードだし、帰りも遅くなるらしいんだけどね。でも、残業代つくんでしょまあ、一応ね。それより、会社が遠くて、 引っ越しもしなくちゃいけないんだ。それがちょっとね。でもまあ、決まってよかったじゃない。そうだね。給料はそんなでもないけど、頑張ってみるよ。男の学生が就職する会社を選んだ理由は何ですか 3番。大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどうして怒っていますか おはよう。おはよう。あれ今日授業2時間目からだっけううん。1時間目からだよ。ねえ、聞いてよ。今日学校に来る時の電車のことなんだけど。うん。どうしたの今朝事故があったみたいで、いつもより電車が混んでてね。うん。それはしょうがないと思うんだけど、電車を降りようとしても、ドアの近くにいる人がなかなか動いてくれなくて。えー それで、「すみません降ります」って言ったんだけど結局降りられなくてえー、大変だったね次の駅まで行っちゃったんだよそうなんだ男の学生はどうして怒っていますか 4番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はどうして禁煙することにしたと言っていますか あれタバコをやめたのうん。禁煙したんだ。へえ。前は医者に吸うなって言われても吸ってたのに。うん。実は結婚してからね、家族への影響も考えるようになってね。そう。確かに。タバコは吸う人だけじゃなくて、周囲の人にも悪いって言われてるよね。うん。はじめは難しいかなって思ってたんだけど、駅とか吸えない場所も増えてきてるし。 もうう結構続いてるんだそう最近タバコも値上がりしてるしちょうどいい機会かもね男の人はどうして禁煙することにしたと言っていますか 5番留守番電話のメッセージを聞いています。女の人はどうして勉強会に参加できませんか 木村です。明日の勉強会のことなんだけど、悪いけど急に行けなくなっちゃったの。風邪をひいたからバイトを代わってほしいって頼まれちゃって。私もこの前旅行した時代わってもらったから断りにくくて。急でごめんね。あと、借りてた本返すの。今度大学で会った時でいいかな。また後で電話するね。じゃあ。 女の人はどうして勉強会に参加できませんか6番会社で男の人と女の人が話しています 女の人はジョギングを始めて一番良かったことは何だと言っていますか そういえば、先輩、ジョギング始めたそうですね。そうなの。最近流行ってるらしいから、流行りに乗ってるみたいで、なんだか恥ずかしいんだけどね。<laughs> ジョギングすると体力ってつくもんなんですかうーん、そうね。前に比べたら疲れにくくなったかな。それによく眠れるよ。そうですか。いいですね。うん、うん、それにね。 実は何より気持ちの面でもすごくいいんだ。なんていうか、例えば嫌なことがあっても落ち込みにくくなったり。へえ<ー>。だからね、どっちかっていうと、心の健康のためにしばらく続けてみようと思ってるんだ。女の人はジョギングを始めて一番良かったことは何だと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて。 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番大学の先生が授業で話しています。先日りんご農家の方に頼まれて講演会で話してきました。今 リンゴ農家ではネズミによる被害が問題になっています。ネズミがリンゴの木をかじって、ひどい時には木が死んでしまうこともあるんですね。いいリンゴを作るためにはネズミの行動を知らないと対策が立てられません。そこでネズミの研究をしている私が講演をしたというわけです。 公演のテーマは何でしたか ?1、1> ネズミの行動について 2>, 2、ネズミの種類について3、リンゴの被害について4、リンゴの育て方について 2番留守番電話のメッセージを聞いています東旅行の田中ですあのお問い合わせいただきました韓国行きの件でご連絡いたしますご希望の飛行機はあいにく席がいっぱいでしてキャンセル待ちか次の便への変更が必要となります次の便でも 午後4時には到着しますので、セミナーには間に合うかと思います。こちらはまだ空席がございます、えー。私は午後8時頃までは店におりますので、ご連絡いただけますでしょうか。また、ホテルのご予約なども受けたまわっておりますので、よろしくお願いします。 何についてのメッセージですか 1, ?1 飛行機の予約 2, 2旅行会社の営業時間3セミナーの日程4ホテルのキャンセル 3番テレビでアナウンサーが話しています今日は山田美智子さんをゲストにお迎えしました山田さんはお子さんが生まれたのをきっかけに専業主婦となられましたそのため家庭の収入が減り自然と節約するようになったそうです今ではいろいろと工夫するのが楽しくすっかり節約が趣味になっているとのことです 今日はその中から毎日の生活の中ですぐ実践できることを紹介していただきますのでどうぞメモを用意してご覧くださいこの番組のテーマは何ですか ?1 仕事を続ける工夫 2, 2収入を増やす工夫 お金を節約する工夫4家事の時間を節約する工夫4番大学のサークルのリーダーが話しています土曜日は 小学生との交流会お疲れ様でした。子供たちはみんなとても楽しんでくれていましたよね。先生方や保護者の方も高く評価してくださったようで良かったです。ただ場所に問題があったように思います。最初は広くて動きやすくていいなと思っていたんですが、逆に広すぎて子供たちと距離がありました。 次回、来月のクリスマスパーティーでは、内容だけじゃなく、このような点についても気をつけたいと思います。えー、皆さんは何か気づいた点はありませんかリーダーの話の主な内容は何ですか ?1、小学生との交流会の内容。 小学生との交流会の反省点。3クリスマスパーティーの内容。4クリスマスパーティーの反省点。五番 男の人と女の人が話しています。転職して1ヶ月経ったんだよね。どう新しい会社は。うん。最近やっと慣れてきたかな。覚えることがたくさんあって、結構夜も遅いんだ。そうなんだ。うん。前の会社はあまり忙しくなかったから、その点は良かったけど、単調だし、誰でもできる仕事だったからね。 今は責任ある仕事をさせてもらえるから、それが一番の魅力かな。毎日大変だけど、楽しいよ。女の人は、新しい仕事について、どう思っていますか ?1、簡単で、楽しい。2、忙しいが、 面白い3単調でつまらない4仕事は多いが簡単だ問題4問題4では「 問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1> 1番あ台所の電球切れちゃったよ 1> 1あ電気もう消すねえ新しいの買ってこなきゃうん台所きれいにしてね。 2番。2> いらっしゃいませ。何かお探しですか ?1。ああ、ちょっと見てるだけです。2。2> い,いえ、さっき来たばかりです。3>, 3。はい、なんでも結構です。 3番。やるだけのことはやったし、あとは合格発表の日を待つだけだね。1。本当に悔しいね。2。2> もう少し頑張るしかないか。3>, 3。今度こそ受かりたいよね。 4番。あの、お茶でもいかがですか ?1。お世話になっております。2。2> はい。大変美味しかったです。3>, 3。すみません。どうぞお構いなく。 5番。ねえ、山田さん。参加できないのなら、もう少し早く教えてくれなくちゃ。1。え、連絡が必要だったんだ。2。2> そう。今度は教えてもらえるといいね。3>, 3。少しでも早く参加したかったんだ。 6番。確か、明日中学の時のクラス会だったよね。行くんでしょ ?1。楽しみにしてるんだ。2。2> 楽しんできてね。3>, 3。楽しいでしょ 7番昨日また電気つけっぱなしで寝てたね。つけといてくれたんだねありがとう。2> 2だって暗い方が好きだから。ごめん本読んでて寝ちゃったみたい。 8番さっき言ってた本今度貸してもらえると嬉しいんだけど1こっちこそ助かったよ 2, 2うん忘れないようにするね 3, 3じゃあ悪いけどお願いね 9番あの、こちらで山田課長とお会いする約束なんですが。1。1> お会いできてよかったです。2>, 2。はい、少々お待ちください。3。確かにお約束いたします。 10番。ああ、田中さんのご主人ですか。はじめまして。1。大変ご無沙汰しております。2。2> はい、相変わらずです。3>, 3。妻がお世話になっております。 11番昨日ねこの角で自転車にぶつかりそうになっちゃったんだ「1>, 1」「危ないんだよねここ」「2」2> へー「へえ痛かったでしょう」「3」「ここは問題ないよ」 問題5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありませんメモを取ってもかまいません1番問題用紙に何も印刷されていませんまず 話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番 1> 図書館で女の人が係員と 貸ししし出用 CD についいてて話していますすいません。子供が好きそうな歌の CD を探してるんですけど、この4月に小学校に入ったばかりの子なんですが。えーっと、こちらが子供向けの CD コーナーです。みんなで歌おうっていう CD が人気があるんですが、えー、っと、ああ、あいにく、 みんなで歌おうは今、貸し出し中ですね。そうですか。えっと、それから、こちらの懐かしい子供の歌は、昔懐かしい小さいお子さん向けの歌ですね。それと、こちらのアニメの歌は、テレビの人気アニメの歌を集めたものです。へえ、いろいろあるんですね。息子には、 アニメより私が子供の頃歌ったような歌を聞かせたいですね。ああ、あと、いろんな国の子供の歌を集めた CD もありますよ。世界の子供の歌っていうんですが、こちらです。ああ、でもこれ外国語なんですね。やっぱりさっきのにします。女の人は今日、 どの CD を借りますか 1, ?1 みんなで歌おう二、2> 2懐かしい子供の歌3アニメの歌4世界の子供の歌 2番。まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます3番 男の人と女の人が明日の旅行コースの説明を聞いています。えー、明日は皆様にお選びいただけるよう、コースを4つご用意しました。それぞれ半日のコースなので、午前に1つ、午後に1つ、1日に2つのコースを自由に組み合わせてご参加いただけます。まず、リラックスコース。こちらは、 温泉をのんびり楽しむコースです。ワクワクコースは畑での収穫、牧場での動物との触れ合いを体験いただくコースです。ロマンコースではドラマでも話題になりましたお城を訪ね、歴史を肌で感じていただきます。最後に欲張りコース。このコースでは地元名産の蕎麦を味わっていただいた後、大型ショッピングセンターで お買い物もしていただけます。どれにしようか。二人で一つずつ好きなの選んで一緒に回ろうか。そうね。あなたはやっぱり温泉うーん、そのつもりだったんだけど、さっきの説明聞いてたら、いろいろ体験してみるのも悪くないかなって。今ってなかなか自然を感じるチャンスもないし。いいわね。でも、蕎麦はいいの蕎麦も捨てがたいけど、 今回はやっぱり体験かな。そう。じゃあ、一つはそれね。私はドラマで見てからここのお城気になってて、一度見てみたかったんだ。じゃあ、今回はそれでいこうか。質問1。男の人はどのコースを選びましたか 質問2女の人はどのコースを選びましたか Thank <sighs>